いきなりですが、今回は、大鯨型2番艦の進水式を迎えるので、周辺国の潜水艦事情を、ちょっと詳しく見ていきます。オーストラリアも原潜を持つみたいですし、次は、フランスが韓国に忍び寄っているみたいです。フランスはドツボルナ。2021年10月現在、今年の日本の周辺諸国での潜水艦調達の進捗、方向性は、ここ近年の中でも、最も激しい変化が生じた年だったと、後に振り返ることになりそうなほどに、各国から、様々な事象が漏れ聞こえてくる。まず、筆頭がお隣の韓国であり、これまでのドイツ製209型や214型の輸入、及び、ライセンス生産で得た技術の蓄積をもとに、新型のトサンチャヌアンホ級潜水艦1番艦で、ネームシップのトサンチャヌアンホを2021年8月に就役させた。トサンチャヌアンホは、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートル、喫水 7.62 メートルの規模を持ち、通常動力型潜水艦としては、日本の、総、流型や大鯨型に迫る大型艦で、初期型のバッチ1は3隻建造予定である。トサンチャヌアンホは、機関の構成は、従来のドイツ製の潜水艦と同様に、ディーゼルエンジンと鉛製の蓄電池と発電機、燃料電池による、ディーゼルエレクトリック方式を踏襲しているが、兵装に独自色を取り入れたことで注目を集めている。これは攻撃型潜水艦の範疇でありつつ、セイル後方の上部背面に6機の潜水艦発射型弾道弾の発射塔を装備した点で、ここから国産のヒョンム 3C 対地巡航ミサイルを潜水艦搭載用に改めたものを運用可能とされている。これについては、最大の射程距離はおよそ 1500km に達するとも見られており、トサンチャヌアンホの就役の翌月9月には、実際の発射実験にも成功したと報じられ、対艦、対潜だけでない強力な対地攻撃能力を得たと喧伝されている。韓国は、トサンチャヌアンホ級のバッチ2と呼ぶ改良型では、さらに、潜水艦発射型弾道弾の発射塔を10基とし、蓄電池もリチウムイオン式への変更を打ち出しており、さらに次のバッチ3では原子力推進方式の導入を打ち出している。バッチ3の原子力推進については、核燃料の調達についてアメリカの合意が得られておらず、現時点では眉唾な感じは否めないが、潜水艦発射型弾道弾の水中発射に成功したという点では、確かに、新たな潮流と言えなくもない。未だ終戦を迎えていない朝鮮戦争で、北朝鮮と対峙する韓国では、北朝鮮側が、潜水艦発射型弾道弾の開発を示唆しているため、これへの対抗策として、トサンチャヌアンホ級を盛んに喧伝しているが、その脅威が、ブラフに近いことは、枚挙に暇がない。個人的には、元は同一の国であるため、当然地理的に地続きであり、陸上からの北朝鮮の侵攻を最も警戒し、韓国としては、それを防止すべき兵装を最優先すべきだと感じられるのだが、不可思議な動きだとは、同国内での指摘も多いようだ。そして、ここに来て、最大の変化を見せたのが、オーストラリアの新型潜水艦、アタック級の調達計画であり、2016年に決定していた、フランスのシフラン級原子力潜水艦を、通常動力型に変更し、12隻取得する案が白紙撤回された。これまでも、アタック級潜水艦計画については、12隻の調達に、
30年以上が見込まれること、すでにスケジュールが遅延していること、それによって、当初の見積もりの倍近いコストの増大が指摘され、大きな問題として報じられてきた。しかし、ここに来て、オーストラリア側は、フランス側に、契約の違約金を負担してでも、これを白紙に戻し、アメリカもしくは、イギリスの協力を仰いでの、高い対地攻撃能力を備えた、原子力潜水艦の調達へと、方針転換を行った。これは、アタック級潜水艦計画が始動し始めた、およそ10年前の世界状況と比べ、中国の海洋進出と、それに伴い、周辺に大きな軍事的脅威を感じていなかったオーストラリアという国家が、一気に米英との協調に回帰した出来事だと感じられる。アメリカ及びイギリスとオーストラリアは、オーカス、地域安全保障条約と呼ばれる軍事同盟の強化に回帰し、インド、太平洋地域における中国の南シナ海へのこれ以上の進出を封じ込める兵器に原子力潜水艦を選択したと見える。オーストラリアの北方の軍港から南シナ海まではおよそ 4500km もの距離で隔てられているが、ここを長時間の潜航航行で高速で移動するにはアメリカやイギリスの保有する性能の原子力潜水艦しかないと判断したのだろう。それでもオーストラリアは原子力の軍事利用にこれまで日本同様に消極的であり、世論的にも強い反発が予想されるかと思いきや、昨今の中国の脅威の方がそれらを完全に上回っているようで、これに対する否定意見は少ないようだ。もともとオーストラリアのアタック級潜水艦計画はフランスの潜水艦製造元であるネーバルグループの支援のもと、その総費用の 60% 以上を国内の雇用に還元し、衰退する国内の製造業を支える経済政策との側面も大きかった。現オーストラリア政府は、こうしたアタック級潜水艦計画の経済政策よりも、およそ10年ほど前から急激に変化した中国の軍事力の台頭に対抗することを最優先の課題だと表明しており、切実な危機感を抱いていることが伺える。さて、こうした周辺国の潜水艦事情の変化の中で、日本の海上自衛隊では、この10月14日に、最新型の対艇型潜水艦の2番艦の進水式と命名式とを、建造を行っている川崎重工業者の神戸工場で執り行うと発表した。対艇型潜水艦は、1番艦にして、ネームシップの対艇が、昨年の2020年の10月に、三菱重工業の神戸造船所で進水しており、川崎重工業神戸工場と交互に、毎年1隻ずつの建造を進める、ここ近年の体制が遵守されている。対艇型潜水艦は、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、喫水が 10.4M の規模であり、前級の、総、夕方から若干拡大された通常動力型潜水艦としては、世界で最大規模の艦艇である。前級である、総、夕方の後期の2隻、11番艦、桜竜と12番艦、桃竜と同じく、対艇型潜水艦は、ディーゼルエンジンと鉛製のリチウムイオン蓄電池と発電機による、ディーゼルエレクトリック方式を採用している。操舵用の舵も、X 型を引き続き採用しており、桜竜と桃竜の基本的な構成を踏襲しているのが対艇型潜水艦であり、対艇の進水以前に、一部で噂されていたような全くの新型艦という形ではない。対艇が現在の予定通りに来年2022年の3月に就役を迎える場合、前級の総竜型12隻、前々級の親潮型9隻と合わせて
2010年に目標とされた潜水艦艦22隻体制がひとまず実現することとなるが、大ゲイ型の建造数は未定だ。このままの毎年1隻の新造艦の調達が続けば、前々級の親潮型9隻が随時実戦配備から外され、練習艦等に変更されると考えられるが、現在の南シナ海の情勢等を考慮すれば、22隻体制からの拡張の可能性もあるだろう。近隣の台湾も、悲願の国産潜水艦の建造に、昨年2020年から着手しているが、今年2021年内には開始される予定であった必要部品の調達や技術者について、ここに来て、中国からの経済力を背景とした妨害工作が聞こえ始めている。こうした情報を見聞きするにつけ、日本で退役を迎える親潮型等の潜水艦を台湾に譲渡してはどうかと個人的には思えるのだが、兵装等との関連により日本独自でこれを実行に移すことはやはり困難なのだろう。